皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。前回動画にしたピクミン20周年に続き、今回もピクミンに関する最新ニュースが出ましたので紹介したいと思います。ということで、今回のゲームニュースはピクミンブルームで表現したナイアンティックが考える日常に寄り添う新たな体験を開発陣が語る。記事はファミ通アップより引用しています。毎日に少しの幸せで優しい心を。ナイアンティックと任天堂による共同開発で注目を集めていた位置情報ゲームの最新作ピクミンブルームが、本日2021年10月27日にオーストラリアとシンガポールで配信を開始。これから数日の間に世界各地の国と地域で順次配信が開始される予定だ。コアなファンを持つイングレスやおなじみのポケモン GO、 ハリーポッター、魔法同盟とは何が違うのか。そのコンセプトと開発の経緯が一部メディアを集めた説明会で明かされた。本記事ではジュン・ハンケ CEO、 ナイアンティック東京スタジオ代表野村達夫氏、エンジニアリングディレクター浅川博樹氏、プロダクトマーケティングディレクター菅健人氏、4人の登壇者たちが語ってくれた思いをお届けしていく。歩くことの価値を再確認できるチャレンジ。ジョン氏は最初に、ピクミンブルームは歩くことをもっと楽しくするために開発されたものだと説明。外の世界を冒険して新しい発見をすること、人々とのつながりを広げていくことがナイアンティックの掲げてきたテーマであり、本作もまたそれを体現したものだと明かした。コロナ禍の今、歩くことの価値を再認識する瞬間がとても多かったこと振り返り、自由に出歩くのが難しい状況の中、近所を歩くことで世界の美しさを再確認することもできたとジョン氏。そうした思い、コンセプトとサービスを実現させるための IP がピクミンであり、通勤や散歩など全ての歩くをもう少しだけ楽しんでもらうきっかけを与えてくれるのがピクミンブルームなのだ。本作はまずピクミンを手に入れるところから冒険は始まる。そのためには、歩いて苗を発見して背負っているプランターバッグにセット。プレイヤー自身が歩くことでピクミンが成長していく。それをプランターから引っこ抜くのもプレイヤーの役割。その瞬間の手応えはどこか懐かしく、ピクミンと触れ合っていることを感じる最初のステップだ。特にデコピクミンという存在は面白い。これはカフェに行けばコーヒーカップをかぶったピクミンが、薬局に行くと歯ブラシを背負ったピクミンがいたりといった具合に、いろいろなスポットを探索してみたくなる要素。日々の生活に寄り添った体験になりそうだ。さらにエキスを与えることでピクミンの頭に咲く花を収穫。それを使って街を歩けば世界に色とりどりな花を咲かせることができる。その状態で街に点在する巨大な花の芽ポータルやポケストップのようなものの周囲を歩けば、芽に成長を促せるのだけでなく、ピクミンの成長を早めるなどいろいろな効果も得られるのも歩くことをテーマにした本作らしい特徴の一つだと野村氏が解説。すでにテストビルドに参加している筆者には、こうした要素がイングレスで感じている歩きたくなる刺激やエリアを囲うアクションの気持ちよさに通じるものがあると感じられた。そしてもう一点、イングレスやポケモン GO にはなく好印象だったのが、一日歩いた軌跡を日記のように記録する機能だ。今日の満足度を3段階で評価したり、メッセージや写真を添えてゲーム内のカレンダーに残していく。歩いてきた道すがらに落ちているアイテムの回収をピクミンに指示するお使いは、シリーズのファンにとっては嬉しい演出だ。なお、ピクミンが拾ってくるポストカードについて野村氏は、フレンドに届けて思い出を共有するきっかけであり、 AR 撮影を含む毎日の通勤や通学、散歩など歩くことが思い出につながるのがピクミンブルームなのだと思いを語ってくれた。
気になるポイントをメディア陣が聞いてみた。ここからは当日行われた質疑応答の中から興味深かったものをピックアップ。今後どんな風に展開していくのかのヒントを紐解いていこう。ポケモン GO や他のナイアンティックアプリとの併用は？まず本作はポケモン GO と競い合うものではなく、補完し合うようなものを目指してきました。本作はポケットやカバンに入れて楽しむリアクティブなもの、その間に他のアプリをプレイしていただけるものになっています。課金はどういったものになる？ピクミンを育てるために使うプランターのスロットなどが挙げられますが、重い課金は含まれておらず、歩くことが前提になっています。必ずしもナイアンティックのアプリがうまくいくとは限らない。最近ではカタンがそうであったように、AR を使ったゲームデザインの難しさをよく知っているナイアンティックが本作を開発する上で心がけたことは、生活の一部に溶け込ませることが今回とても難しいチャレンジだったと思います。本作を持っているだけ、あとは気にせず生活をしてもらうくらいがいいバランスだと考えました。1日の最後に今日は何歩歩いたかなと起動してもらう、どんなピクミンが育ったかなとか、何を拾ってくれたかなと、それくらいカジュアルに楽しんでもらえるものができたと思っています。テストビルドをプレイしたミタが、イングレスやポケモン GO、魔法同盟と比べて刺激が少なかったが、今後どうなっていくのか。刺激の強いゲームというよりは生活の一部になるものにしていくのが我々の思いです。本作はゲームというよりも相棒に近い存在。カフェで休憩をしているとき、気の向いたときにピクミンの様子を覗いてみる。ピクミンが私に多くを求めてこないところもバランスがいいと感じています。いつも側にいて、いつでも会える、そんな存在になっていると思います。ポストカード以外でのフレンドとの関わりは？弊社はリアルでのコミュニケーションを大切にしています。写真の共有について現段階でお話はできませんが、まずはポストカードの交換や一緒に歩いて花を咲かせるといったものを楽しんでもらいたい。この一緒に歩くという要素はフレンドのアバターと並んで歩くものです。今はオンラインで遠くの人と簡単に交流できる時代、我々はオフラインで近くの人とコミュニケーションを取るための方法に目を向け、まずは身近な人との共有体験を意識しました。昨今メタバース、より現実世界に近いデジタル空間の構築がとても注目されていますが、ナイアンティックではどう考えているのでしょうか。我々はその日の気分で切り替えるチャンネルタと考えています。 SF な世界を楽しみたいときはイングレスを、ポケモンと触れ合いたいときはポケモン GO、 平和な世界でのんびり歩きたいときにはピクミンブルームにチャンネルを合わせる。将来はこうしたチャンネルが何千とあって、ユーザーがその日の気分や趣味に合わせて見たい世界を楽しむ未来を我々は想像しています。原生生物は登場する？本作にはチャレンジという要素があり、当初は登場しないのですが、たくさんのピクミンを送り込んでキノコなどを倒す遊びは適応しています。テスト版ではミーの種類、カスタマイズに制限がありますが、今後増えていくのでしょうか。任天堂アカウントとリンクさせることで編集が可能になります。ユニークなお宝を集めるのもピクミンシリーズの魅力ですが、ピクミンブルームでもそうした体験はできるのでしょうか。今後いろいろなアップデートをしていくわけですが、本作は原作の延長線上にあるものではなく、歩くことを楽しんでもらうことにフォーカスを合わせています。原作シリーズと本作をそれぞれ分けてプレイしてもらえると嬉しいですね。オリマーなど原作シリーズに登場したキャラクターと本作の関連性は？現段階では登場しません。原作では宇宙のどこかにある惑星となっていますが、本作は地球での出来事なんです。
歩数を計測するだけでなく、カロリーなども記録したい。その点については十分可能性はあると思いますが、まずは歩数に着目していただき、昨日よりもう少し歩いてみようと感じてもらえれば嬉しいですね。今作はどこに向けたマーケティングを行っていくのでしょうか。従来あるナイアンティックのアプリと互換性を持たせることが大切だと考えています。例えばポケモン GO のトレーナーが本作をインストールした時、その両方を楽しんでもらいたい。気がついた時に様子を見てくれれば大丈夫。本作は常に画面を見ていなくても楽しめること、無理なく継続できるということをアピールしていきたい。本作が存在することで皆さんが優しく少しでも幸せを感じてもらえるアプリだと私は考えています。いつも側で応援してくれる相棒を手に入れよう。最後に、コロナ禍が少しずつ改善していく中で、本作が元の生活に戻っていく一つのきっかけになりうるサービスだと語ったジョン氏。シリーズ作では某企業の電池など現実世界のものが登場したり、我々の目に見えていないだけで存在する生き物といった設定がある。見えているものが全てではない。そんなナイアンティックの理念にマッチしていたのがピクミンなのだと感じられた。まずは万歩計を持ち歩く感覚でピクミンと一緒にご近所の散歩から、隙間時間でたまに触れ合う新たな世界、気づけばそこら中が綺麗な花畑になっている、そんな瞬間をぜひ体験してもらいたい。以上が記事の内容でした。いよいよピクミン GO が配信され始めましたね。日本はまだ数日かかるようですが、今から配信されるのが楽しみです。ポケモン GO のように外に出るとみんなピクミンで遊んでるという世の中になると楽しそうですね。配信されて皆さんも遊ぶ際はマナーを守って楽しみましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。